金の盾がついに手元に届きました。でかい、すごくでかい。そして金の盾はすごくここが反射する。なので机の下で撮っています。緊急事態に備えて。やっぱ机の下なんで、いつも絨毯足で踏んでるんで、ちょっとヘタれすぎてて絨毯が恥ずかしいです。しかもこの絨毯にキャラメルラテこぼしてます。歴史のある絨毯です。そんな歴史も踏まえつつ100万人突破できました。絨毯変えたい、この機会に。どうして音声を後付けしてるのかと言いますと、ニアタングがすごくうるさかったずっとガサゴソしてて騒音被害に遭いました。なので音声を後付けでお送りしております。そして YouTube からこちらのお手紙もねついてきました。この時一生懸命読んでるのですが、内容はマイルストーンおめでとうございますって書いてあって、マイルストーンって何でしょう。ちょっとよく分かんなかったです。ちょっとニアタングが本当に死ぬほどうるさかったので出してあげたんですけど、めちゃくちゃ金の盾にビビってました。やっぱ金の盾の貫禄あるね。小動物が怯えるもん怯えまくってたよ。でこの時ハールは気づかなかった。とても後悔しています、今この時のことを。なぜかと言いますと、ニアタングの手か足にうんこがついています。出した後に気づいたんですけど、この時ねまだ綺麗じゃん。近づいてね覗き見たら、うんこがベタベタについています。あの再生ボタンのところにこいつうんこつけに来てますあれが一生懸命100万人突破していただいた金の盾、うんこまみれですそしてやっぱりハーハルにとって100万人はねすごく大きな目標だったので、金の盾がもらえたことがすごく嬉しいです。本当に登録ボタンを押してくれたその謎の位置に感謝しますありがとう。100万人の方本当にありがとうございます。そしてやっぱねこの100万人という思い出を形にしたいと思ったので、グッズ作っちゃいました。詳細はこちらです。受注販売期間は4月29日本日の7時から5月13日マンデー月曜日の12時まで、お昼の12時までとなっております。まあ、100万人記念 T シャツの白と黒、金の盾はみんなに分けれないけど、ちょっとなんか盾みたいな、やっぱ100万人の盾をやっぱりみんなにもちょっと分けたいなと思って、まあ、ちょっと有料にはなっちゃうんだけど、100万人記念のアクリルブロックを作りました。事務所で撮影してきたんでちょっと見せるね。こちらが、100万人記念 T シャツ黒と白です。あの今回はねポップな感じのイラストにしてもらいました。それでね結構なこだわりがありまして、今回背中がですね10万20万30万40万50万60万70万80万90万を突破した日付が印字されています。歴史、春の歴史が背中に刻まれています。背中で買ったのかっこいいよね、やっぱり中二病なんで。でこちらの前のデザインなんですが、人生ゲームとなっております。まあ、人生ゲームでしょみたいな、まあ、ゲーム実況者なんで、マスにいろいろ書いてあります。一個一個ちゃんとね文章が書いてあります。じゃあちょっと一マスだけ読んでみますか。動画が滑って一回休み。そしてこちらのアクリルボードですね、みんなの100万人の盾ということで捉えていただけたらなと思います。本当にね何回も言うけど、 YouTube のコメントにマジで励まされてここまで来れたから、ハールここまで来させてくれてありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ラララララララ